小坂井吹は日本の医学者、随筆家、翻訳家、推理作家、犯罪研究家。別名は鳥入れ水。医師で順天堂大学名誉教授の小坂井望は長男。医学者として生理学、血清学の研究で国際的な業績を挙げており、また医学的知識を活かした探偵小説、評論、随筆を執筆して、 探偵小説の大衆化に貢献したとされる。まずは、雑誌、新青年などに、犯罪文学研究や殺人論などを発表し、続いて、人工心臓や、恋愛曲線や、疑問の黒枠や、闘争などの探偵小説を創作した。小堺不規制探知筆八8 9 0年10月8日、愛知県海東軍新家江村の地主の家に、長男として生まれた。本名は、 小坂井三次。父親は小坂井半兵であり、村長や軍会議員も務めた人物である。1895年には、新蟹江尋常小学校に入学。幼少の頃から新蟹江尋常小学校に遊びに行っており、一般的な就学年齢より2年早い4歳6ヶ月で入学している。1899年には、蟹江尋常高等小学校に入学し、 1902年に高等小学校を修行した。1902年には愛知県立第一中学校に入学し、1907年に中学校を卒業した。1907年には第三高等学校に入学し、1910年に第三高等学校を卒業した。1911年には、 東京帝国大学医科大学に入学。在学中の1911年には、京都日出新聞に、諸女小説、荒波を連載している。1914年には、東京帝国大学医科大学を卒業し、同年12月には、東京帝国大学大学院に入学して、生理学、結成学を専攻した。生理学の教授は、長井千 結成学の教授は、三田貞則だった。三田は、犯罪学の権威でもあり、吹きや、同窓性らは後に、犯罪学雑誌の創刊に尽力している。25歳だった1915年1月、愛知県立第一高等女学校の教師である、鶴見被災と結婚した。被災田は、海部軍家森村の地主の娘である。同年には、 生命神秘論を発表しているが、機械論が、前世の生理学会において現象そのものとしての人間を捉えようとした点が重要である。吹きと同様に医学と文学の双方で活躍した人物としては、医師であり、探偵小説家でもある、正木き不助級、皮膚科教授であり、詩人でもある、木下木太郎などがいる。1915年12月には肺炎を病み、 片瀬海岸や森が先に天地療養している。1916年前年の発病から半年後に、回遊し、再び研究に従事。1917年12月、27歳で、東北帝国大学医学部衛生学助教授に、任じられる。文部省より、衛生学研究のため海外留学を命じられ、都営した。1919年、 長男、モチが生まれた。都営後、ロンドンで滑血に襲われ、ブライトン海岸に天地療養。証拠を得て、一旦ロンドンに戻った。1920年、春にフランスのパリに渡った。再び滑血し、南仏で療養。証拠を得て帰国。11月に神戸に帰国。10月に東北帝国大学医学部衛生学教授就任の、 事例を受けているが、病のため認知に赴もけず、長男を親元に預け、愛知県津島市の妻の実家で静養した。1921年、医学博士の学位を取得した。東京日日新聞に学者気質を連載するが、編集にあった探偵小説の一行が前年創刊された探偵雑誌新青年編集長森下宇村の目に留まった。 森下は吹きに手紙を書き、吹きも喜んで寄稿し、今後腰を入れて、探偵文学に力を注ぎたいと返書。1924年には、木下木太郎が、愛知医科大学皮膚科学教授となり、名古屋市において吹きと木下を中心とした一種のサロンが形成された。吹きは、医学研究の傍らで、随筆の執筆や、海外探偵小説の翻訳などを行って、 探偵小説の普及に貢献した。31歳だった1915年12月には学者寄室を観九1922年に東北帝国大学を退職。西洋に勤める。毒及び毒殺の研究を連載。1923年の関東大震災後の10月、親子3人で愛知県名古屋市の各ご基礎町に新築転居。分筆に専念。 殺人論、西洋犯罪探偵団の執筆、スウェーデンの大衆小説作家サミュエル・オーギュスト・ドゥーゼの夜の冒険を翻訳連載、犯罪と探偵を観光。1924年12月、子供の科学で少年探偵小説、公職団や連載開始、西洋遺団、科学探偵、殺人論を観光。 1925年には創作活動をはじめ、シュ晴レの家のほか、画家の罪アンマ、虚実の証拠、遺伝、手術などを発表、犯罪文学研究を連載。10月より結成された、大衆文芸作家の同人、21日会に参加。三面座談、近代犯罪研究、趣味の探偵団を刊行。1926年、人工心臓。 恋愛曲線、メデューサの首などを発表。闘病術、少年科学探偵、犯罪文学研究を刊行。長女生まれる。九百二十七年、疑問の黒枠を連載。九百二十八年一月、自宅臨時に研究室を建て、血清学の研究を始める。小魔開局、公職派邪剣賞を連載。九百二十九年四月一日未明。 39歳で急性肺炎のため死去。吹きの死はラジオや新聞で大々的に報じられ、4月4日の葬儀には多数の参会者が詰めかけた。同年5月に闘争が発表され、翌年10月にかけて小堺吹き前集が改造者から出版された。翻訳家、随筆家、探偵作家の他に SF の先駆者とも言われる。 東北帝国大学教授であり、医学博士でもある。当時、生理学の世界的な権威だった。帝大医学部の一年先輩に、正木き不助級がいる。長男、もによると、生活は、真夜中過ぎから、暁型まで執筆し、昼頃まで寝るという夜型だった。毒及び毒殺の研究といった研究所も多数表しているが、 これらは単なる通俗医学の紹介書にとどまらず、東西の文献伝説事実談に加え、文芸、探偵小説の引用が豊富で、医学と文学の交渉を担う極めて啓蒙的な書となっている。新青年に発表した作品群は医学に取材し、人体破壊のテーマが多く、陰酸さが濃いものとなっている。復帰はフランスの作家、モーリス・ル・ベルを愛好していて、 冷酷な作風が似通っている。フキは自分の作品が一部の人々に不快な感じを与えるのは取り扱い方があまりに冷たいからで科学的なものの見方に訓練された結果、作中の人物に同情が持てないからだと語っている。大正15年に河賀三郎は単純にトリックの面白さを追求した探偵小説を本格と呼称した。 平林初之助は、江戸川乱歩を、はじめ吹きや横溝静止、城正幸は、精神病理的、変態心理的側面の探索に興味を持ち、異常な世界を構築しているからと、不健全派と呼んだが、後にこれは同じく講画によって、変革との名が当てられ、小坂吹きもこの、変革派作家の一人に位置づけられた。江戸川乱歩が、二千道家を森下宇村に送った際に、 ウソンは吹きに、その判定を求め、吹きがこれを絶賛し、本邦初の探偵作家江戸川乱歩を、誕生たらしめたのは有名な話である。4歳上の吹きは、終生、乱歩を擁護し激励し続けた。乱歩出現後の日本探偵分断を飛躍させるため、ウソンは吹きに、自分たちも筆を取ろうと声をかけ、大正13年から、子供の科学で、少年探偵小説、 公職ダイヤの連載を始めている。横溝正史によると吹きは、温厚にして、特実貴重面なお人柄で、当時の新青年の編集長、森下宇村にとっても、もっと異形すべき存在だったに違いないと述べている。したがって宇村が、新青年で、二千動画を発表するにあたって、吹きに推薦文を求め、ンポの諸女作に箔をつけようとしたのも、当然の配慮とし、 ここにおいて乱歩は掲示すべき格好の人物を得て、それ以来乱歩は先生をもって常に己の精神的支柱としていたようであると語っている。横溝が名古屋にいた吹きと初めて対面したのは大正十四年のことだった。1月に当時は大阪にいた江戸川乱歩が恩人である吹きを初訪問し、その後関西探偵趣味の会を結成。10月下旬にこの 関西探偵趣味の会会員で、神戸の薬剤師だった横溝を誘って、状況の途上、突然、記者を途中下車して、小坂井さんのところへ寄ろうと言い出し、横溝も、ふらふらっと乱歩に連れられ途中下車し、ふらふらっと、小坂井先生のところへお伺いしたという。10月31日、当時23歳の横溝は、乱歩と共に胸の病と戦いながら、 毎月膨大な原稿を消化していたという吹きに面会した。その姿は、うちにのみなみならぬ闘志を秘めていられたのだろうが、一見温厚そのものであったといい、私も今までいろんな人と付き合ってきたが、小坂井先生のような音願の持ち主には、未だかつて接したことがないとその要望を表している。吹きの金言にして淡麗なその音願は、 ひとたび笑うと何とも言えぬ愛嬌のある顔になり、その笑いが終わると元の金言な顔に変える、その変化が実にくっきりとして、こちらをひやりとさせるようなものがそこにあったという。この時、不気に、横溝くんは乱歩くんみたいな人に可愛がられて幸せですねと言われた横溝は、先見の明も去ることながら、先生は私みたいな無名の書生っぽに向かっても、 そういう低調な口の聞き方をなさるのだったと、その人となりを10回している。4桁の数字は、観光年。ありがとうございます。